こんにちは、シュウです。極限降臨ラッシュやっていきます。パーティーはミルですね。で、今回ね、ここね、ダメージがめちゃくちゃでかいんだよね。っていうことなんで、このミルの十字消し使って半減半減させとけば結構いい戦いができるんじゃないかなっていうことで、今回ミルでいきます。じゃあ挑戦します。いけんのかな。でもただヘラの先生とか受け切れるんで、かなりいいんじゃないかな。やべ、これバインド来たっけ。まあいいか、行っちゃおう。これは一回色貯めて、光消さずに。オッケー、こんなんでいいんじゃないかな。で、回復と光が大量に来れば嬉しい。オッケー、いい感じだね。あー、全然いい感じじゃない。あ、いい感じだね。これ、列組めばいけんじゃないかな。オッケー、オッケー、威嚇無効か。これ、列組んでいこう。これ、列とツーウェイがね、なかなかいい火力を出るんですよね、このパーティー。ほら、結構ね、十字消しにも慣れてきたんだよね。ただこれじゃ厳しいかな。このダンジョンほんとね、敵の HP が多いんで、これじゃ倒せない気もする。出来にならいってほしいけど。オッケー、いったね。そうか、3階層、4階層、5階層が強いのか。おっと、サタンか。これ、光多いし、ミル使っちゃうか。ミル使って、列組んで。危ない。サタンね、HP 多いからね、もともと多いし、このダンジョンだからより一層多いんじゃないかな。いけ、いった、やった。いけ、いった、やった。いやー、君も結構厳しいな。半減持ってっかんな。ここで、ちょっとスキル貯めます。ここ十字消し最初しないけど、多分やられないんじゃないかな。まあ、やられたらドンマイってことで。多分やられないと思う。おお、この子ね、かなり削んないと倒せないよな、きっと。HP どんぐらいあるんだろう、半減も含めて計算したら。OK。おお、いい押し込ん。ただこれでも4分の1もいかないんじゃないかな。ああ、4分の1ぐらいだね、ちょうど。おっと、そうだよね。この子変えてくるもんね、あれを。回復を。これ撃っちゃうか、アポカリ撃って、あ、いい量だね。なかなかうまいね。ジンがうまいよ。オッケー。オッケー。よし。光落ち込ん。ただこんだけ光あれば、この子倒せなくても全然。うわー、全然減んない。もうちょい減ると思ってたなー。これ使うか。これちょっとわかんないな。ちぎりのなんて読むだ。わかんないけど使っちゃおう。これ誰のスキルだ。結構硬いな。思った以上に硬い。あー、光落としになってね。まあ、いっか。これで半分切って。あわよくば倒してほしいけど無理だよな。このダメージじゃ絶対倒せない。勝てー。で、ここでちょっとスキル貯めれんなら貯めよう。じゃないと勝ち目がない気がする。光も入れて、OK。スキル貯めようって言ってるのに攻撃するっていうね。勝てー。いやー、回復あるまでよかったんだけど、これスキル使わないとダメだな。コタロー使っちゃうか。お、いい盤面ですね。これはもう倒しに行っていいでしょう。あそこやると回復繋がっちゃうもんな。オッケー、こんなんでいいでしょう。で、次何階層だっけ。次ヘラだっけ。ヘラ4階層で出る恐れがあるんだよね。あー、4階か。おっと、君か。これはカタストロフは耐えられないよね、絶対。これいきなり殴りに行くっていうのも全然ありだ。とりあえずソフトタッチぐらいで殴っとこう。うん、いいんじゃないでしょうか。あわよくばスキルなしで倒すのが理想だけど、無理だよねきっと。スキルなしじゃ、結
結構勝てえな、やっぱ。どうしよう、どうしよう。これ水落としになってんね。これでどんぐらい削る？おー、水の十字消し。まあ特に意味ないんだけどね。全然意味ないんだけど。あ、列でやると結構削んね。これ最終ターンに倒そうか。スキルちょっと回復させて、ラストターンに倒そう。うん、それがいいでしょう。ラストターンに倒せないと怖いっていうのもあるけど、やっぱスキル貯めたいもんね。下これうまいこと繋がってないな。よし、ここで結構陣に左右されちゃうんですよ。お願いします、光多め。いやー、これじゃ倒せないわ。セシル使っちゃおう。いやー、厳しいな。どうだろう、これ厳しいな。これでギリギリぐらいだと思うな。倒せるか倒せないかの。オッケー、うまい。これで倒せなかったらしょうがない。で、ボスが何出るかだな。そこでだいぶ難易度変わるんだよね、このダンジョン。お、アポカリが溜まった。アポカリが。お、いいんじゃない？この子は。これ殴りに行こう。殴って、殴って。やべ、回復全然取れない。オッケー。いいんじゃないでしょうか。これでどんぐらい効くんだ？一応インドラ張ってる感じにはなってる。そうだよね。75% 軽減だからね。インドラ張ってどんぐらい？うわ、インドラでこれかよ。強い君。これミル使ってないと、半減やってこないと絶対負けてんね。君強いね。これはやばいわ。これ普通のモンスターだったらそっちだもん。ちょ、コンボ数がしょぼかったけど、まあ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 。ただこれやられることはないね、回復あれば。これも結構勝ちはもらったんじゃないかな。こんな感じでいいか。これね、たまに回復が繋がってる時あるんだよね。見落として。これ半分削ると、ダブリットミラーしてくんだよね、コンボ吸収。なんでそこ行くギリギリで倒しに行きたいな、アポカリ使って。それまではちょい削りぐらいで。オッケー。ちょっとさっきからだいぶ外れちゃうな、パズルは。外れるっていうか、ずれちゃうな。光が全然降ってこないな。これ見る安定かな。いや、小太郎って手もあるな。小太郎って色なんだっけ。あ、時間があと4ターンで溜まるのか。時間使って倒しに行きたいな。そうだね。時間あるまで粘ろう。時間安定みたいなとこあるな、ここ。オッケー。ああいうね、回復繋がってるように見えるよね、さっきの時とか。オッケーオッケー。ダメージでけえな、ほんと。インドラ張ってこれだもんね。これ、あえて削んない方いいよね。削んないで時間狙った方が絶対いい気がする。光消さず、時間貯める戦法で。うわー、回復なくなっちゃったか、そこで。コタロウかなんかあるけど、どうしよう。コタロウの色をチェックしたい。水を、光に闇を回復。水ないけど使っちゃうか、コタロウ。ここで十字消ししまーす。で、ここで光は消さない。ここで光消さない。攻撃しない。攻撃するとコンボ吸収あって引っかかる恐れがあるんで、ここで攻撃しない。よしよしよし。で、次アポカリ使って、倒しに行って、半分切っても、時間が次使えるんだよね。なんで理想は倒しに行きたいけど、無理でも時間が溜まる。完璧だ。完璧な流れ。おっと、これいけるかな？これが限界かな。こんなんでいいでしょう。いやー、これじゃ倒せないよな。この後のコンボ吸収に結構頑張んないといけないけど、結構落ち込んのったな。ワンチャン倒せないかな。神キラーのフェンリル頑張って。うわ、勝って。で、ここで時間使います。
隙間なしで耐えれんのかなこれ。こんだけ回復あれば。いやー、さあ使っとっか。コンボね、5コンボ以下吸収ね。ちょっと列組みたいけど遠いね。これ光と回復以外消そう。最悪回復は消してもいい。光は絶対消さずに行こう。光は絶対消さずに。オッケー。よし。ここで一回殴りに行くか。オッケー。これで何コンボだ。うわー落ち込んない。これ吸収されちゃうな。ミスった。これミル使わないと結構グダってきたな。結構グダってきた。やっぱ列組んだら無理だね。列組んだら無理だ。これ列組まないでいこう。ちょっともう一回スキルみんなの貯めてから行きます。結構今列組んで頑張ってコンボしたんだけど、あれで無理ならしょうがないな。スウェイを意識してやっていこう。そうしましょう。ごめんなさい、かなりグダってます。ただ早送りはしません。よいしょ。オッケー。回復、あー回復途切れちゃったか。ミル使うか。ミル使って、これね、小太郎が A 派なんだよね。ただ12ターンまで粘んのもちょっと違うかなって思う。12ターン待つのってよっぽどだよね。オッケーオッケーオッケー。厳しいなぁ。このコンボ吸収も厳しいし、HP が高いんだよね、普通に。おっと、ウルーザー、アゲアゲフィーバーみたいに来たね。これ使っちゃおう。フェンリル使って、ここで、ちょっとがっつり消しに行きたいな。これうまいんじゃない？これで耐えてほしい。おお、落ち込ん来た。光落ち込ん。これで耐えれればでかい。耐えて、耐えて、耐えて、耐えて。なんなら倒せ。オッケー、あ、これが最大ダメなんだ。これはいったんじゃないかな。次、6コンボ出せば。ただ6コンボ難しいよね。十字消しの6コンボってかなり難しいと思う。もう始めちゃった。あ、これいけるぞ。オッケー。これいいんじゃない？オッケー、ちょうど6コンボ。いけ。よし、ちょっとごめんなさい。だいぶグダっちゃった。このヘラウルズ。ただここいいね。なんか見るより、木のフェスゲーなんだっけ？椿じゃない方。スミレじゃない方。カエデかな？木のやつ。あれの方強いんじゃないかなと思うんだよね。火力的に。半減もできるし。なんで、まあ見るでも今回できたんだけど、ちょっと火力がね、もうちょい欲しいっていうのが正直あった。あーでも変えてくとかだと指が少ないのか。いやーどうなんだろう。ちょっと難しいね。パズル組むのがやっぱ難しかったですね。お、グリザルだけ落ちた。いや、せめて確定にしてほしいよね。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。